知らん人がこういうのをしたい人が増えてんには、今までったらほんまに高校さんとか行ったらすぐに手に入ってるけど、最近手に入らへん。
手で触るものはカンナやった後に紙ヤスリで整えるっていうのがもう結構普通の流れなんですか。そうやね。あ、こういうやつはまあまあ他のやつもそうやけど、滑らかにする。だいぶ進みましたが、最後はヤスリで血が切れてるところ。そうです。一応こういうここがくびれて、モルツのグラス風にしてみました。はい。仕上げはヤスリ。今、120番。120番から180番。どうしてもカンナ枕出るんでね。ベルトサンダーでやってもいいんだけど、下手すると、怖いから、こういうのは手でやった方が滑らかになるし、これ多分なんか漆塗ると思う。あ、うん、これは何コーティングってことですか。小さいやつやったら、杯やったらもうなんかぐらいけどな。あの杯はあの日本酒が樽だけ変わるとかね。
10% ぐらいできてる感じ。もうあと 10% ぐらい。ああ、そうですか。今使ってるヤスリの番手はどのくらいですか？400番、これね。400番。さっきまで180番やったんやけど、今これ400番。うん。これね、400番やるとね、ようわかるよ。取れてへんと思う。取れてないところがわかる。はい。もう一回180番戻ります。120でもええねんけども、そうやな、120番荒すぎるんやね。だから傷がついたりするので、もう一回これ180番で、もう一回180番、うん、400でやってツヤが出なかったところがこう、あんま磨けてないなっていう。400でやると、そのこういうちょっとへこんだとこが分かるよ、ね、へこんだとこが分かる、うん、粗いのでやるとこの粉が入るさかい分からへんときがあるから、だからこう400で一遍やるってみると、溶けてない部分、だいぶ仕上げに近くなってきました。はい、もう仕上げです。400番もこれも使い古しっていうか、もうあんまりペーパーっていうのないやつでやってます。え、どういう意味ですか？あんまりもうツルツルの400番。ああ、新しいやつじゃなくて、うん、これで最終仕上げの磨きしといたら、もう今形は変えてるっていうわけではなくて、うん、表面をきれいにしてる。そうそう、今まではそのペーパーの、うん、粗いじゃないですか、うん、180、ね、400のやつやってても、これはもう400の使い古し、これで研ぎ上げるんですわ。もうほんまにペーパー系のそのスナッケのないやつでやるんで、ツヤ、はい、がっていうか表面が滑らかになる。これでもと、ちゃんと研げてるんですよ、うん、これを何回も何回もやってようやく完成。だからね、何もらおうかな。いくらで売りますか？いくらで売りましょうね。こんだけ手間がかかってたら、うん、安くでは売れないんじゃない？ねえ、はっきり言ってそんな良さもってね、それ皆さんに使ってもらいたいから。ギアマグ作るの初めてなんで、こういうやり方でね、うん、うん、一応
それでさっき言うたけど、これからがちょっと進化のやつ。はい。何の進化か言うたら、なんぼそのゴリラがようついてても、うん、接着剤の耐用年数っていうのはやっぱり20年から30年かな。だからこれをまあ置けとやり方と同じと考えて、置けって分かる？置け、はい、分かります。タガモのタガがついてる、あれは閉めてこれが外れないようにするんだけど、うん、はい、そのタガじゃなくてこの水引き、はい、でここでこの部分、うん、手引きで溝を掘って、はい、でそこにはめてしまおうかなっていうのがあるんだけど、まだやったことないわ、うん、だから何かで練習しますんで、まあ、ちょっとじゃあ最後仕上がったところを見ていただく感じですか、うん、まあ、これでも仕上がりなんですね。あ、はい、はい、結構磨きで綺麗になって、ちょっとこのくびれが持ちやすいように、うんうん、その水引きって、うん、あの洗っても大丈夫なんですか？うん、これ和紙なんやわ。あ、はい。で、これまだこっから僕はあの蜜ろうかけるから、あ、はい、これ一緒にやってしまおうかなと思ってる。あ、はい。で、この接点がちょっとどうなるか分からへんから、ちょっとこれ紐でこの水引きのなんかでやるか、もう分からなくするようにこのきっちりするか、ちょっと今これから考えます。はい。はい。一応これは完成なんです。はい、ありがとうございます。角度付けが大事なのはこういう多角形商品、まあ、四角、五角、六角、八角、十角、十二角ってなるに従って、ここの角度がだん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 鋭角になってくるわけね。三角っていうのは30度やから一番面積が広く、今度だんだんこう多角形になってくるとこの接地面積が少なくなるから、ほんまにそのちょっとした角度の違いで狂っちゃうから、そこが大事なところです。隙間が空くとこういうもの漏れてしまうから、そのグッと中に締まるような感じではしてるんやけど、こういうあの多角形のものはそのジグが大事やし、もしジグの作り方分からへんかったら、あのまたあの工房見学に来てもらったら教えます。はい、すいません、もう一回あの気を使われた地図見せてもらっていいですか？はい、もう簡単なんよ、ここね。要するにここが90度、ここ90度、うん、この角度が 67.5 度になる、こういうこれプロトラクターっていうんだけど、これさえあればこの角度付けがここで 67.5 度の角度付け、これ今 67.5 度にきっちりしてあるやつ でこういうふいで今止めてんやけど、ここを測るんです。これね、これプロトラクター、これはきちっとこう 67.5 度にここを見るように作るわけです。ここは90度、ここが 67.5、うん、常にこの角度の調節は見ていかないか、ここが難しい、うんうん、これはこのジグができるようになったらもう簡単にできます。あとこういう動かへんように板止めしたりとかね、うんうん、しない感じで、そこのところだけです。はい、ありがとうございました。